エドワード・スイアド・アゲインは、アメリカ合衆国の殺人犯、死体泥棒。プレーンフィールドの屠殺解体職人、プレーンフィールドの墓しとの異名を取る。ウィスコンスイン州プレーンフィールドにある墓場から死体を洞窟し、その死体の皮膚や骨を使って作り上げた記念品を州当局が発見したことにより、その名を知られるようになった。1954年に、居酒屋の女主人、 メアリー・ホーガンを1957年に金物工具店の女主人、バニース・ウォーデンを殺害したことを告白した。当初、彼の精神状態は裁判には耐えられないと判明したことで、精神療養施設に収容されていた。原因は、バニース・ウォーデンを殺した度で有罪とされたが、法的に正規を失っていると判断されたことで、精神病院に収容された。 1984年7月26日、ゲインは呼吸不全で亡くなった。プレーンフィールド墓地内部にある自分の家族が眠るすぐ隣に人目につかない形で埋葬されている。1906年8月27日、ウィスコンスイン州ラクロス郡にて、父ジョージフィリップゲインと母オーガスタ・ビルヘミーネの第二子として生まれた。母オーガスタの旧姓はレア家であった。 他に、ヘンリー・ジョージ・ゲインという兄が一人いた。オーガスタは、どの仕事も長続きしないことに加えて、アルコール依存症でもあった夫、ジョージを憎んでいた。ジョージは大工仕事、ナメシ川業、保健勧誘員といった、様々な仕事に就いていた。ジョージは地元にある、食料雑貨店の所有主であったが、後に事業を売却し、ウィスコンスイン州プレーンフィールドにある155、 エーカーの広さがある枯絶した農場に移住し、ここが永住の地となった。オーガスタは、この辺境の地に住んでいる点に付け込む形で、息子たちに悪影響を与える、可能性のある部外者、よそ者を遠ざけようとした。エドワードは通学するとき以外、農場から離れることはなかった。学校にいるときを除き、エドは、ほとんどの時間をこの農場で過ごした。母。 オーガスタは苛烈なるター派のプロテスタントであり、二人の息子に対して人間は生まれながらにして邪悪であり、飲酒は悪徳行為であり、そしてすべての女は淫乱であり、悪魔の手先であるという自身の信念を説教していた。彼女は毎日午後に主に旧約聖書と目視録の中から死、殺人、神罰に関する不死を選び、息子たちに読み聞かせた。エドワードは 内ちな少年であり、自分自身に関する冗談を飛ばしては笑い出すがごとく、一見でたらめに笑うことがあり、彼の同級生や学校の教員たちは、エドワードには独特の風変わりな癖があったことを、覚えていたという。母、オーガスタは、エドワードが友人を持とうとすると、罰を与えた。エドワードの社会性の発達哀れなものであったが、学校での成績、とりわけ読み書きは、 かなり優秀であった。1940年4月1日、父上司がアルコール依存症が原因の心不全で亡くなった。66歳であった。生活費を賄うため、エドワードは兄、ヘンリーと臨時の仕事を始めた。地域の住民はこの兄弟について頼りになる正直者とみなしていた。二人とも雑役夫として働き、エドワードは 近所の住人の子守をやっていた。エドワードは子守の仕事を楽しんでおり、大人が接する以上に子供と仲良く過ごしているように見えた。兄、ヘンリーは二人の子供を連れた離婚歴のある母親と交際し始め、二人で移住する計画を立てていた。ヘンリーは母、オーガスタへの就寝を強める弟のことが気がかりであった。ヘンリーはエドワードのいる前で、 オーガスタを足ざまに言い、それに対してエドワードが見せた反応は同様と精神的苦痛であった。1944年5月16日、ヘンリーとエドワードは敷地内の湿地帯に生えている草木を焼き払っていた。炎は制御不能なまでに燃え盛り、地元の消防隊が出動する事態となった。その日のうちに沈下活動が終わり、消防隊員が撤収した後、エドワードは 兄が行方不明になったと通報した。捜索隊は格闘と懐中電灯を使ってヘンリーを捜索し、やがて発見した。ヘンリーはうつ伏せの状態で倒れて死んでいた。ヘンリーの死は一見すると、この発見現場で死んだように見受けられる、やけどや怪我の形跡はなく、心不全で死んだと思われた。しかし、電気作家のハロルドシェクターによれば、 ヘンリーの頭には打撲の跡があったという。何らかの犯罪が絡んでいる。可能性について警察は却下し、軍の検視官はヘンリーの死因について正式に窒息と発表した。ウィスコンスイン州当局は事故死として受理したが、公式の調査も冒険も行われなかった。ヘンリーの変死の真相については謎が多い。 後の1957年のバニー・ス・オーデンの死について、州当局の捜査官、ジョー・ウィリモフスキーはエドワードを尋問した際、ヘンリーの死についても尋ねた。事件について調べたジョージ・ W ・アーントは、回顧録の中で、ヘンリーの死について、この事件における、カインとアベルの側面である可能性が高いと記述している。エドワードは、母、オーガスタと二人きりになった。 ヘンリーの死から間もなく、オーガスタは脳卒中を起こして体を動かせなくなった。エドワードは母の世話に先進した。1945年のある時期、彼ら親子は麦わらを購入するために、スミスという名の男性を訪ねた。エドワードによれば、オーガスタはスミスが犬を殴る場面を目撃したという。スミスの家の中にいた一人の女性が外に出て、犬を殴るのを止めるよう叫んだ。 だがスミスは犬を殴り殺した。これを目撃したオーガスタはひどく狼狽した。しかし、彼女を狼狽させた要因は、スミスが犬を容赦なく、殺したことではなく、女性の存在であったように見受けられた。オーガスタはエドワードに、あの女は、スミスと婚姻関係にあるわけではなく、彼女にはここにいる資格はないと伝えた。オーガスタは彼女に向かって憤然と叫んだ。スミスの勝負め。 その直後にオーガスタは二度目の脳卒中を起こし、健康状態が急速に悪化した。1949年12月29日、オーガスタは死んだ。67歳であった。エドワードは母の死に精神的に打ちのめされた。ハロルド・シェクターは母を失ったエドワードについて、彼は唯一の友人にして恋人を失い、天外孤独の身となったのだと表現した。 ゲインは農場を手放すことなく、臨時の仕事で収入を得ていた。母が使っていた自宅の2階、開花の客間、居間を木の板で囲み、手つかずのまま保存した。建物の他の部分はますます不潔になりつつあったが、木の板で囲んだ部屋は、汚れが全くなかった。ゲインは、台所の隣にある、小さな部屋に移り住んだ。この頃のインは、低俗雑誌、冒険物語、 食人、ナチズムによる残虐行為を描いた読み物に興味を惹かれるようになった。雑撃婦として働いていた原因は、1951年にアメリカ連邦政府から農業の補助金を受け取った。彼は時折、この地域の自治体の道路整備や脱穀作業の仕事に従事していた。1946年から1956年にかけてのある時期に、兄、 ヘンリーが所有していた80エーカーの筆地も売却した。1957年11月16日の朝、プレーンフィールドにある金物店の女主人、バニース・ウォーデンが姿を消した。住民の一人は午前9時半頃、店の裏手から貨物自動車が去っていった、と述べた。その日は丸1日、客がほぼいなかった。一部の住民は、 仕掛りの季節だからだと信じていた。午後5時ごろ、バニースの息子で副保安官のフランク・ウォーデンが店に入った。店の金銭登録機が開いており、床には血痕が見つかった。フランクは捜査官たちに対し、母が失踪する前の晩にゲインが店を訪れ、翌朝、一ガロンの不当駅を買うために店に戻って、来ただろう、と語った。一ガロンの不当駅の売上伝票は、 彼女が失踪した日の朝に記録した最後の領収書であった。この日の夕方、ゲインはウエストプレーンフィールドにある食料雑貨店で逮捕された。ボシェラ軍保安局がゲインの農場を捜索した。軍保安官代理はゲインが所有していた小屋の中ではアニースの死体を発見した。彼女は首を切り落とされており、両足首は横切れ、両手首には 縄が回されて固定されており、両足は逆さまに吊るされていた。胴体は鹿の肉を食べるのと同じ要領で下ごしらえされていた。彼女は22後継小銃で撃たれており、原因は彼女を殺した後に体を解体した。家宅捜索で当局が発見したものは以下の通りであった。これらの人工的遺物は、州立犯罪研究所が写真に収めた後、 礼に正しく処分したという。捜査員からの尋問に対し、ゲインは1947年から1952年にかけて呆然自失の状態にあった頃、最近になって埋葬された遺体を掘り起こす目的で、地元にある3つの墓地を夜間に40回訪れた、と語った。墓地にいる間に幻惑状態から解放され、気分よく墓地から去り、手ぶらで帰宅したという。ゲインは、 最近になって埋葬された中年女性、引く母オーガスタに似た女性マイナスの墓を掘り起こし、その死体を自宅に持ち帰り、その皮膚を舐めして道具を作った。ゲインは墓地から9体の死体を盗掘した行為を認め、自分が死体を盗んだ箇所を捜査官に案内した。州立犯罪研究所のアラム・イリモフスキーは、ゲインが明らかにした3つの墓を開く検証作業に参加した。 棺はいずれも木箱の中に入っていた。天板は交差されていた。箱の上部は、差出土壌の表面からおよそ2フィート下にあった。墓がまだ仕上がっていない間に、葬儀が終わった直後にその墓を奪った。ゲインがわずか一晩の間に、片手で墓を掘れるかどうかについては、当局は、確信が持てずにおり、墓の発掘の検証作業が行われた。ゲイン本人が説明した通りとなった。 発掘された墓のうちの二つには何も入ってはおらず、そのうちの一つには、死体の代わりに、金手子が入っていた。手子棒を紛失したゲインには、棺の一つが開けられなかった。盗んだ死体の多くは三番目の墓場に埋葬されていたものであったが、ゲインは、死体が身につけていた指輪や、体の一部の部位については元に戻しており、これらはゲインによる告白を裏付けるものであった。母。 オーガスタの死から間もなく、ゲインは、文字通り、母の皮膚の内部に入り込み、母、オーガスタと一体化するために、女性用スーツを作り始めた。洞窟した死体との性行為については、匂いが深すぎるんだと否定している。州立犯罪研究所の職員による尋問で、1954年以降、行方不明となっている、居酒屋の女主人、メアリー・ホーガンを撃ち殺したことを認めたが、 その出来事の詳細については知らないと答えた。両親がゲインの友人であり、ゲインと一緒に球技をしたり映画を鑑賞したことがある16歳の若者はゲインがフィリピンから届いたものだよと語った星首を自宅に保管していたことを話した。ゲインによれば第二次世界大戦中に島で従軍していたいとこが送ってきたものだという。警察による捜査の結果、 人の顔の皮膚であると判定され、死体から注意深く剥がされた後、ゲインが仮面として使っていたという。ゲインは1953年にラクロス軍から失踪した子森、エブリン・ハートリーの件をはじめ、他の複数の未解決事件の容疑者でもある、とみなされていた。ボシエラ軍保安局の保安官、アンサー・シュリーは、ゲインへの取り調べの最中に、彼の頭と顔をレンガでできている壁に叩きつけた。 と伝えられる。この行為のせいで、ゲインの当初の自白と供述は、証拠として認められないと裁定された。シュリーは、ゲインの裁判が始まる前の1968年、心不全で死亡した。43歳であった。シュリーのことをよく知っていた人々の多くは、シュリーはゲインによる犯行のおぞましさに対して、精神的外傷を負ったのだ、と語った。そして、 このトラウマは、証言の義務に対する恐れとともに、彼の死につながった。シュリーの友人の一人は、シュリーは、ゲインが、シュリーの体を解体したかのごとく、間違いなくエドゲインの餌食記となったのだと述べた。1957年11月21日、ボシェラ軍裁判所に出頭したゲインは、第一級殺人の素因で、罪状認否を受けた。ゲインは、 精神異常を理由に無罪を主張した。精神分裂病と診断され、精神面でも証拠能力がないと判明した原因は裁判に耐えられるような状態ではなかった。原因は、ウィスコンスイン州、ウアパーンにある精神異常者を収容可能で最大の防犯設備がある中央州立病院に送られ、後にウィスコンスイン州、マディスンにある 面倒た修立病院に移送された。1968年、ゲインを診察した医師は、彼は弁護士と話し合えるし、自身の弁護に参加できるとの判断を下した。11月7日、ゲインの裁判が始まり、1週間続いた。証人の一人として出廷した、精神科医は、ゲインがバニース・ウォーデンを殺したことについて、殺そうという意思を抱いての行為であったのか、それとも、 事故死であったのかがわからないと語った、と証言した。原インは、精神科医に対し、ウォーデンの店にあった一丁の銃を吟味していたとき、その銃が突然火を吹いて彼女は死んだ、と説明した。原インは、小銃に弾丸を装填しようとした後に、それが発射されたと証言した。原インはウォーデンに対して、小銃を向けてはおらず、その日の朝に起こった出来事については何も覚えてはいなかった。 弁護側からの要請に基づき、ゲインの裁判は、賠償員抜きで行われた。裁判の判事を務めたロバート・エイチ・ガーマーは、ゲインに有罪を宣告した。二次裁判では、ゲインの精神が正常か異常かが争点となった。検察側と弁護側の両方に向けられた意思による証言の後、判事のガーマーはゲインを、精神異常により、無罪との判決を下し、ゲインについて、 精神異常者であるとして、中央州立病院に収容するよう命じた。ゲインは、精神病院で余生を過ごした。ガーマーは、ウォーデン夫人殺害の罪で、ゲインが裁判にかけられたのは一度だけだ。費用が高額ゆえに、彼はまた、メアリー・ホーガンを殺したことも認めたと記述した。ゲインが住んでいた屋敷と、195エーカーの不動産資産は、 4,700ドルと評価された。彼が所有していたものは、ゲインが住んでいた屋敷及び屋敷が建っていた土地が観光名所となるかもしれない、との噂が広まっている最中の1958年3月30日に競売にかけられる予定であった。しかし、3月20日の早朝、屋敷で火事が発生し、燃え尽きた。副消防署長は、 ゴミ処理の仕事に従事していた清掃員によりゲインの屋敷から75フィート離れた場所でゴミ焼却の炎が放たれたと報告した。さらに焚き火が行われていた場所からは厚い石炭が回収され焚き火が行われていた場所から上がった炎は地面に沿う形で屋敷に電波していったわけではなかった。放火の可能性が疑われたが 火災の原因については公式に特定されることはなかった。当時の消防署長は、ゲインの犠牲となったバニース・ウォーデンの息子、フランク・ウォーデンであった。この火災は、緊急の要件としては対処されなかった可能性があるという。ゲインは交流されている時にこの火災を知ったが、それを伝えられた際のゲインは以下のように返答した。ジャスト・アズ・ウェル。 ゲインが犠牲者の遺体を運ぶのに使用した1949年のフォードセダンは競売にかけられ、車肉祭の余興運営者、バニー・ギボンズが落札した。落札額は760ドルであった。ギボンズは、車肉祭の常連客に対し、それの見物料として25セントを請求した。泥棒に盗まれる前に発掘された、エドゲインの墓標。エドワード・ゲインの名の下に、 666の字が刻まれている。1984年7月26日、ゲインは面倒多精神衛生研究所にて、肺がんから来る呼吸不全で亡くなった。77歳であった。ゲインの死後、記念品を探し求める者がおり、プレーンフィールド墓地内部にある墓石から破片を削り取り、2000年の時点で墓石が何者かに盗まれた。 2001年6月、スイアトル近郊でこの墓石が発見、回収され、ボシェラ軍法安局にて保管された。ゲインは人目につかない形で、両親と兄弟の間に埋葬されている。エドゲインの物語は、映画、音楽、文学に数多く登場しており、アメリカ合衆国における大衆文化に長きにわたって影響を及ぼし続けてきた。 1959年にロバート・ブロックが発表した小説サイコは世間の注目を集めた。アルフレッド・ヒッチコックは1960年にこれを映画化した。ゲインの物語は1974年の映画ディレンジドをはじめ多くの映画に登場している。ゲインは映画の登場人物の着想にもつながった。映画監督のエロール・モリスはドイツの映画監督。 ベルナー・ハーツォックと共同で1975年から1976年にかけてゲインに関する映画を制作しようとするも失敗に終わった。モリスはゲインと数回面談し1年かけてプレーンフィールドの住民数十人への取材訪問に従事した。二人は見解を検証するためゲインの母、オーガスタが眠る墓からの遺体の発掘を密かに 計画していたが、最終的に中止となった。中止となった計画は、1989年のザ・ニューヨーカーに掲載された、モリスの略歴に記載された。1991年の小説、アメリカンサイコは2000年に映画化された。この物語の主人公、パトリック・ベートマンは、劇中で以下のように語っている。 女に対するエドゲインの言葉を知ってるか彼は、こう言ったのさ。通りを歩く美人を目にして考えることは二つ。一つは、彼女をデートに誘いたい。好感の持てる彼女と会話し、優しく接したい。もう一つは、この女の頭部を串刺しにしたらどう映るだろうか。だ。だが、実際に、これを言ったのは、殺人犯、エドモント・ケンパーであり、エドゲインは、このようなことは言っていない。 2012年、ドイツの映画監督、ヨルクブット・ゲライトは、ドルドモント劇場にて、カニベール・オント・リーベと題した、ゲインの事件について描いた、舞台劇の脚本を書き、その監督を務めた。ゲインを演じたのは、ウベ・ローベックであった。当時、ゲインの犯行に関するニュース報道は、ゲイナーズと呼ばれる、ブラック・ユーモアの開用式が発生する要因になった。 1950年代以降、ゲインは超越芸術やショックロックに頻繁に名前を不当に利用されてきたが、彼の名の衝撃度以上に、それらの多くは彼の生涯や犯行とはほとんど関係がない。スレイヤーのアルバム、シーズンズ・イン・ザービスに収録されている、デッド・スキン・マスク、マット・ベインのアルバム、LD50 に収録されている、ナッシング・ツー・ゲイン、ズ・イ・ゲンズのアルバム、 ラスティー・ネバー・スリープスに収録されているエド・ゲインがある。スレイヤーの曲目は少女がゲインに対して自分を解放してほしいと懇願する内容が特徴的であるがゲインは人を捕虜にするようなことはしなかった。彼が殺したのは二人の中年女性だけである。マリリン・マンソンの元ベース奏者ブラッドリー・マーク・ブラッド・スチュアートの舞台名はギジェット・ゲインであり、 江戸芸員の中から取った、ありがとうございます。